春の北海道、八重桜の近くで餌を運ぶシマエナガの姿が。ヒバの木に巣を作り子育てをしているようです。この時期は公園や神社などの身近な場所で巣作りをするシマエナガの姿を見ることができます。巣作りが終わると繁殖行動に移ります。こちらの巣ではとても貴重な姿を撮影できました。そして餌運びを始めてから3週間が経つ頃、ヒナたちは巣立ちます。巣立ったヒナたちは次第に集まり整列します。全員無事に巣立ったのでしょうか。今回は子育てをするシマエナガの物語です。こちらは子育て中のシマエナガです。冬のふわふわな姿と違い、少し痩せ細った姿です。八重桜が咲く頃、巣の中に餌を運び始めました。どうやらヒナが帰ったようです。口元に虫をくわえているのがわかりますか。夫婦で協力して餌を運びます。巣はこのヒバの木の中です。こちらの夫婦は松の木に巣を作っています。シマエナガは全長14センチメートルほどで、そのうち尾の長さが8センチメートルほどあります。どこにいるかわかりますか。庭で仲良く巣材を運んでいます。もう一羽を待っていると、疲れてしまったのか目を閉じて寝ていますね。冬に行動を共にした群れの中から夫婦となり、このように繁殖の準備をします。こちらの夫婦は柏の木に巣を作っています。シマエナガの巣を作る場所は様々です。風の強い日も協力して巣材を運びます。雨の日も休まずに巣材を運びます。そして巣の形が整うと、中に羽などの柔らかい素材を入れます。きっと中はふかふかで暖かいのでしょうね。地面に降りて巣材を探すこともあります。巣が完成すると繁殖行動に移ります。貴重な姿を撮影できたのでご覧ください。隣り合うとオスの方が大きいことがわかります。とても仲の良い庭ですね。シマエナガは1日に約1個の卵を産み、2週間ほどかけて10個前後の卵を産みます。そしてさらに2週間ほど卵を温めるとヒナが帰ります。餌運びを始めて1週間、巣から何かをくわえて出てきました。わかりましたか？
口元を見てみると、これはヒナの排泄物です。巣を清潔に保つために親鳥は排泄物を外に捨てに行きます。順調に育っている証拠ですね。捨てた後は餌を捕まえに。親鳥はとても忙しそうに飛び回り餌を探します。餌運びを始めて2週間が経つ頃には八重桜の色が落ち、辺りは緑で覆われていました。松の木のシマエナガは仲良く毛づくろいをしています。そろそろ抱卵の時期です。コガラが巣の近くにやってくるとシマエナガが様子を見に来ました。こちらはシマエナガが3羽いることが分かりますか？冬に過ごした群れの中から単体や繁殖に失敗した別の夫婦が子育てを手伝いに来る習性があります。ヒナが帰ると一緒に餌を運んだり巣立ちの手伝いをします。ここの巣の様子を見に来たのでしょうか。餌運びから3週間が経つ頃、いよいよ巣立ちの時です。親鳥たちは巣に入らず、ヒナたちを外に呼び出しているようです。親が飛び出すと、中からヒナが出てくるので、見ていてくださいね。ほら、目の周りが黒い姿をしています。別の角度から親が誘って飛ぶとヒナが飛び出しました。隣の木を見るとヒナが2羽止まっています。八重桜の木にも止まっています。あれ、地面に落ちてしまった子もいます。でも大丈夫、みんなそれぞれ飛んで次第に同じ場所に集まります。飛び方のコツが少しずつ分かってきたみたいですね。そして少し経つと枝に整列しています。全部で11羽のヒナは無事に巣立ちました。巣立った後も親から餌をもらいながらバラバラになったり整列したりを繰り返し成長していきます。シマエナガの巣はカラスやヘビなどの天敵に見つかると巣を壊され、卵やヒナを食べられてしまいます。自然界でヒナが巣立つのはとても難しいことなのです。親鳥たちはまだまだ大変そうですが、1羽でも多くのヒナが無事に成長してくれるといいですね。